立憲民主党杉尾秀ヤ薬剤呼ばわりで大炎上、ブーメランも18日に立憲民主党の杉尾さんが維新の馬場代表に立憲民主党を叩き潰すなどと批判されこのような暴言を吐いてしまい批判が殺し大炎上してしまっておりますさらに立憲民主党の泉代表が冷静さを欠く発言では国民の信頼は高まりません などと批判され自民党の地方議員に杉尾さんの発言でブーメランになっていると批判されてしまっておられますが、まあ、こちら、杉尾さん4ヶ月ぶりのヤクザ呼ばわりとなってしまっておりますけども特定の団体を犯罪集団扱いしてしまっておりますので、まあ、与党の議員であれば大問題となってしまう 暴言となってしまっております杉尾さん国会議員になられてしまわれてからもう7年近くになりますのでこのような無責任なジャーナリスト気取りは速やかにやめていただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました